相変わらず人気者だな。一緒に投稿していたらみんなにからかわれていただろうな。それに最近なんか変わったし、やっぱりもう毛とか生えてるのかな。今日体育倉庫の掃除を誰かにしてもらいたい。遅刻した小林、それと早弁していた春日、放課後頼むぞ。頼むぞ。はい。なんで春日となんだ。久しぶりだね、二人で何かするの。そうだね。早く先生に報告して帰ろうっと。あれなんか引っかかってるっぽい。とりあえず待ってみよう。遅いと先生が来るかもしれないし。それにしても暑いな。命の危険すら感じる。あっち。いいの、私も脱いじゃおうかな。